マクロ飛行の基本的な、まあ、基礎的なトリックを2種類、紹介したいと思います。ザ・ドローンライフ。こんにちは。今日は番長さんに来ていただいてます。今日はドローンの操作の技術をちょっと撮影させていただきたくて依頼をさせていただきました。番長さんは番長 FPV っていうバッテリーがあるんですけれども、独自ブランドを立ち上げられていて、私も使っているんですけれども、ネットで販売されていますので、もし興味がある方がいればそちらも説明欄に貼ってありますので、そちらから見ていただいたり購入していただいたりすることができます。では番長さんをご紹介させていただきます。お名前を教えてください。番長 FPV です。はい、基本は番長って周りには言われています。ドローンを始めたきっかけは何だったんですか？ドローンを始めたきっかけは、最初空撮をしたかったんです。もともと映像とか写真を撮るのは好き で、その延長で、まあ、そのちょっとした旅行とかで空撮できるといいなと思って、その頃ちょうどあのマビックプロが DJI のやつが出たところで、その値段と手頃さ、あの使い勝手の良さ、すごくいいなと思って、それを始めたのがまず最初にドローンの出会いで、それを予約注文して届くまでにドローンの練習をしようと思って、これぐらいの2000円ぐらいのトイドローンを買ったんですよ。そんな安いのあるんですね。今だと多分600円とかで買えるんです。当時はそんな知識もなくて、まあ、普通に Amazon とかで安く売ってるトイドローンみたいなのを買って、それで家で練習し始めたのがハマったきっかけですね。機械自体はすごい好きで、ドローンが出始めた6、7年ぐらい前に触ったことはあったんですよ。結構前ですよね。結構前。でもその時はあんまりハマらなくて、まだ私知らない世界ではあるんですけど、初めて 2,3 年っていう方は結構お会いさせていただいたんですけど、初めて6年とか、まあ初めて触れたのが、まあ、新しいもの好きなんで、なんか、はい、続けるのもすごいですよね。私初めて触ってみた時に、まず最初にうまく飛ばない、行ってほしいところに行かないしっていうところからなんですけど、まあ、その6年か触り始めてから6年間の間で、ドローンやってみて苦労したところはありますか？最初始めた時はやっぱりみんなと同じで、その操作を覚えるのがすごい難しいんですよね。覚えてしまえば、あとは特に困るってことはないですけど、ただ進化がすごい激しいので、常にどういったものを選択するのがいいのか。マビックとかだと既製品なんで、買ったらそのまま飛ばして、まあ、練習すればいいだけなんですけど、その後に自作ドローンっていうのにハマっていって、その自作ドローンっていうのだと自分で基本的に部品の構成を組み立てるので、まあどれが最良の選択なのかっていうのを常に調べたりするんですけど、で情報の更新も激しいのでついていくのも大変だし、楽しいところでもあるんですけど、それ私は多分めっちゃ苦手なのでドローンが好きなところとかはやっぱりそうやっていろいろどんどん進化していったりとか。そうですね、常に新しいのは面白いですね。ずっと調べて、調べきることがないというか、やり尽くした感は絶対出ないなっていうのはありますよね。あ、なんかまあすごい世界ですよね。もし興味があるんであれば、あの近くでやってる人たちに声をかけて、そのゴーグルを一回して上手い人の操縦とかを見てもらいたいですね。やっぱその感覚っていうのがめちゃくちゃ楽しいんで、私も本当に綺麗に飛ばしてる人のゴーグルで見させてもらうと、自分が飛んでる気分になってすごい気持ちが良くて、こんな世界があるんだっていうのを初めて知って、ちょっとハマった部分があったので、周りにドローンやってる方とかなかなかいらっしゃらないっていうとかね、あると思いますので、もし東京でちょっとドローンに触れてみたいとか、ドローンやってる人たちとちょっと会って話を聞いてみたいという方がいらっしゃれば、 WTW という会がありまして、毎週水曜日なんですけれども、そちらの方に行っていただくと番長さんがいらっしゃるということで、 WTW のことについてちょっと説明をしていただければと思います。 WTW は白舞っていう女性のドローンレーサーがいるんですけど、その人が立ち上げた会で、毎週水曜日、ウェンズデー東京ウーパーズっていう名称で、それは小さいドローンをメインに
あの室内で飛ばせるサイズの大体 30g のドローンを、まあ、みんなで集まって飛ばそう、まあ、飛ばさなくてもみんなで話し合いとかしてる人たちも結構いるんですけど、そういう集まりです。そちらの方はあの Facebook が公開ページでありますよね。はい、あります。なのでそちらも説明欄の方に貼っておきますので、 Facebook ページの方からメッセージをしていただければいいということですね。そうですね、毎週開催場所が変わるんですよ。今週はどこでやりますみたいなのが事前にその公開ページで公開されていて、はい、まあ、そこで参加したいっていう表明を、はい、してもらえれば、はい、あの主催者側は、まあ、これぐらいの人が来るんだなっていうのが判断できるので、まあ、全然飛び込みでも大丈夫です、はい、何も持ってなくても結構ウェルカムな感じだし、初心者の方から詳しい人までたくさんいて、常に初めて来ましたみたいな人が結構いるんで、入りにくいグループではないので、ぜひ始めたい人がいれば来てほしいです。はい、わかりました。で、番長さん毎回いるかわからないので、会いたい方は番長さんの YouTube のチャンネルと Twitter を説明欄に貼っておきますので、そちらからお声掛けしていただければと思います、はい、ドローンのことで興味があるっていう方で、大阪だったら次回から、まあ、行ってみたいかなっていう方がいればですね、大阪でも水曜日に同じような会開いてますので、そちらの方に来ていただければと思うんですけれども、 URL を下に貼っておきますので、気になる方は見てください。ウェンズデータイニーウーパーズ天国っていう、それも同じく水曜日にフライトパイロットベースという貸しスタジアムを運営している方が、まあ、主催している場所で、そこは普段はドローン練習場になってるんですよね。はい、はい、やってます。そこでみんなで飛ばす会をやってるので、はい、僕も一度参加させていただきましたけど、すごいいいコミュニティでしたみんなウェルカムな感じで、でコースも楽しくて、あ、コース変わったんですよ、あそこから。あ、めっちゃ面白いのになったんです。そうなんです、ね、それはじゃあもうぜひまた僕ももう一回、はい、行って飛ばしに行きたいですね。大阪の方はお笑いを大切にしておりますのであのかなり会話がまあ盛り上がったりとか、飛ばさずに会話で終わったりとかすることもあれば、楽しみたいと思う方はよかったら来ていただけたらと思います。今日番長さんにドローンの操作技術とか技みたいなのを教えていただきたいなって思ったきっかけは、こんなちょっと技があるみたいなのを見せていただいたりするんですけれども、実際にネットで検索してみると技についての動画であったりとか説明文っていうのがあまりなかったので、教えていただけたらなと思って今回撮らさせていただいてるんですけども、技とかっていうのは何種類ぐらいあるんですか？基本的な技は数種類ぐらいある感じなんですけど、それを組み合わせた技とかが結構たくさんありますね。もうそれは本当数え切れないぐらいあるし、技の名前がなくてもその人が、まあ、気に入った動きみたいなのもあると思うんで、ドローンって結構もうどの軸にでも動けるんで、自由自在に、そういう意味ではもう本当動きは無限にあります。ザ・ドローンライフ。プロポの持ち方なんですけど、好みによって、大きく2種類の持ち方があります。でまず一つが親指持ちといって、まあゲームのコントローラーのように、このように親指をスティックの上に添えて、持つ持ち方、それともう一つがピンチといって、スティックを、人差し指と親指でつまんで持つタイプですね。親指が若干この上に乗ってる親指持ちから人差し指を添える感じの持ち方のピンチと、まあ、完全に上下をこう指で挟んで持つピンチがあるんですけど、どっちがいいっていうのも特になくてですね、自分がこう自然に持ちやすいなっていう風に、操縦しやすいなって思う方で操縦すればいいと思います。僕自身が使っているのはモード2っていうモードで、そのモードが何かっていうと、このそれぞれの、プロポについてるジンバルっていうこのスティックの機能の違いですね。でモード2だと左側のこっちのスティックの上下がスロットルっていう機能になっていて、ドローンを、上下に動かす機能で、左右がヨーっていう機能で、またはラダーって言われるんですけど、それはドローンが、まあ、水平に回転するイメージですね。で右側のスティックは上下がピッチっていう機能で、またエレベーターって言われることもあるんですけど、ドローンがこう
前後に傾く感じ軌道になっていて、右側のこの左右の動きがこれはロールもしくはエルロンっていう機能で、それはドローンが左右に傾く、それぞれの配置がそういう風になっているのが、モード2です。2でモード1っていうのはモード2に対してこのスロットルと、エレベーターのスティックが逆になってるんですよ。なのでここがっちがダラーンってなってて、でまあこれでスロットルやってこっちでエレベーターピッチを操作するのが、モード1です。で日本だと割とモード1の人、古くからやってる人はモード1が多いんですけど、海外ではモード2の方が主流なので、最近始めた人たちはモード2の方が多いです。で海外の動画とかでもモード2使ってるパイロットが多いので、参考にできる情報もモード2の方が多いような気がします。はい、はい、でそれとは別にモード3とモード4っていうのがあるんですけど、それはかなり少数派です、はい、無理やり私が教えてほしいという撮影させていただいてますので、はい、でモード3っていうのはモード2の配置をから、右と左がもう完全に逆になっている感じですね、はい、これがスロットルでこれがヨーで、こっちがエレベーターでこっちがロール、それがモード3で、モード4は確かモード1の全ての機能が逆になったものが、はい、モード4だったと記憶しています、はいはい、その辺はちょっとあんまりレアなんで確かじゃないんですけど、はい、そういう感じだと思います、はい、じゃあちょっといくつかこのタイニーウープでトリックの説明を説明したいと思います。で基本的によく使われる軸がこのドローンがこう飛んでいて横に回転するロールっていうトリックと、あとは縦に回転する、こう飛んでいくとドローンが縦に回転する、フリップっていうのが主に使われるトリックになります。それが基本で、それの基本を覚えてからそれの組み合わせで他のいろいろなトリックができるようになります。で、あとは水平に1回転するヨーっていうのもあるんですけど、ドローンって結構こういう風に進むので、進みながらこうヨーを1回転をすると、まあ一瞬天が見えて空が見えて地面が見えるっていうので、あまり映像的には面白くないので、基本的にはロール、フリップ、これの組み合わせで、まあ、半分やって半分ロールをして半分フリップをして方向転換とか、そういう組み合わせを使っていろいろトリックを学んでいきます。それが基礎的なものになります。 The Drone Life。 軽く解説をしながらやります。まず、ロールフリップも前後と左右両方できるように練習するといいです。偏りがなくなるんで、まず右ロール、左ロール、こんな感じですね。で、まあ、ポイントとしては綺麗に1回転して元に戻れるように練習するといいです。で、今気持ちやる前に高度を上げてフリップやロールを入れて終わる時にスロットルを元に戻してるんですけど、例えばこれを手前のスロットルブリップっていうんですけど、スロットルをちょっと上げるのをやらないと結構落ちるんですね。だから今みたいに地面に当たる感じになっちゃうんで、必ず少し高度を上げてからトリックを入れるといいです。でこれまでが今やってるのはロールで、次、フリップやってみます。まずフロント、ちょっとフリップの具合が足りなかったですね。もうちょっといいです。これぐらいだと綺麗に、で次バックフリップやります。これも同じく、入る前に少し高度を上げて綺麗に1回転するように、この、まあ、どれぐらい、プロポの、フリップとロールの軸を入れると綺麗に1回転するのかっていう感覚をつかむと、まあ、練習ではいいです。
バックフリップ、フロントフリップで、練習のポイント、練習するポイントとしては、あの技に入る前にピュッとスロットルを入れるのと、トリックを終えた後にスロットルを戻すタイミング、これも結構重要なんで、下げたスロットルをどのタイミングで元に戻すか、クラッシュしちゃいました。まず右ロール、フリップやってみます。まずフロント。これからドローンを始める方もいらっしゃると思うので、まあ、始めてみたいな、ちょっと興味があるんだけどっていう方に何かお願いします。始めてみたいんだったら、まずはシミュレーターで試してみるのが一番いいと思います。聞きました、はい。なんかあるんですかね。はい。パソコンで、はい、ゲームみたいな感覚でドローンを飛ばす練習ができるソフトがあるので、はいはいはい、まずそのお手頃価格のプロポっていう、はい、あの送信機。買ってパソコンと USB でつなげられるんですよ、はいはい、であとはあの無料のソフトとかであるんですよ、はい、シミュレーションゲームが、はい、パソコンで、はい、まあ、その操作とかできて遊べるんで、はい、あのまあ、それで、まあ、自分が好きかどうか判断できると思うんですけど、はいはい、タイニーウープを使ってパソコンとプロポをつなぎます。タイニーウープに USB を差します。はい、あ、やっぱり、はい、で、次にベータフライトを設置します。はい、で、つなぎました。はい、次に CLI コマンドラインをクリックします。はい、で、コマンドラインに入ります。はい、で、ここに英語でセット、はい、USB、うん、HID、はい、CDC、はい、CDC イコールオン、はい、と打ちます。はい、で、エンター。で、そうすると出てくるので、これをもう一回、はい、セーブというコマンドをします。はい、で、これでダウンを閉じると、次に、フリーライダーの方に入ります。はい、でこの状態で、プロポの電源をオンにします。そうすると今プロポンがタイニープを通じて USB でつながっている状態です。なのでスロットを上げるとものすごく遅延があります、今のところ、はい、でも一応動きます、うん、無料ソフトでシミュレーションがちょっと楽しめるっていうことです。今日説明したのは本当に基礎中の基礎なんですけど、結構それができるだけでも、まあ、丁寧に飛ばせば面白い映像が撮れるので、まあ、それをまあ、基礎としてしっかり押さえてもらうようにたくさん練習して、そこから、まあ、さらにいろんな
技があると思うんで、はい、その辺もまたドローンライフさんが続編で作ってくれると思うので、はい、これをまあ機にフリースタイルに少しでも興味がある方がいれば練習して、はい、見てくれると日本ではフリースタイルで一番有名な方だったということで、いえいえいえ、3ヶ月前は全然そこまで詳しくなかったんですけど教えていただきまして追加情報として入れさせていただきました。ではまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。